ライフです。こんにちは。皆さんいつもありがとうございます。今日はみんな大好き結婚をテーマにしたお話をしてみたいと思います。私は40歳で全然結婚願望がなくって、親からも特に責められたりしている状況ではないんですけれども、アラフォー同世代の方で親御さんから、早く結婚しなさいよ、あなたいい人いないの、いつになったら結婚するの、将来大丈夫なのって言われて心配になったり、プレッシャーを感じていらっしゃる方がいるんじゃないかなと思います。今日はその方々に向けて、いい解決方法、コミュニケーション方法っていうのを考えてみたので、お話をしてみたいと思います。ちょっとね、こちらのデータをぜひご覧ください。人口問題研究所っていうところが出している第16回人口動向基本調査によりますと、一生結婚するつもりはないって答えた男女の割合が、2015年男性が 12.0% から2021年は 17.3% にアップ、女性は 8% から 14.6% にそれぞれアップしているという結果になったそうです。これってまあ当然の世の中の流れですよね。結婚することに対して興味がない、憧れがない、別に一生一人でいいもんって思う人って今後ますます増えていく傾向にあるんじゃないかなと思います。そんな中でもやっぱり親世代と結婚に対する考え方の違いって当然発生していますから、結婚しないやつは一人前じゃないとか、自分の子供が結婚しないと不幸になるんじゃないかしらっていう心配をすごくされていらっしゃる親御さんがいて、それがまあ圧力になって早く結婚しろっていう言葉につながっているんだろうなっていう気持ちもまあわからなくはないです。じゃあその心配をどうやって解決して、自分は一人で快適に過ごせるんだよっていうことを分かってもらうかっていう方法についてなんですけれども、簡単なことなんですが、コミュニケーションの頻度を増やすというのはいかがでしょうか。例えば一人ぼっちで生活していて、果たしてお友達もいるのかしら、彼女も彼氏もいないんじゃないかしら、あ、もちろん今時同性同士っていうこともあると思いますけれども、それがね伝わってないから不安なんじゃないかと思うんですよね。ですから今日はこんなものを食べましたとか、今仕事でこういうことに取り組んでいて一生懸命やってるんだよとか、週末例えば何も予定がなかったとしてもどこどこにお買い物に行ってきたよとかですね、そういう一人でちゃんと生活うまいことやってますよ、だから心配しないでねっていう情報を頼まれなくても発信してあげた方がいいんじゃないかなと考えています。ね、LINE もありますし、今メールとかでもいいと思うんですけれども、自分がいかに今の生活を楽しんでいて充実していて心配なく健康に暮らしていますよっていうことが伝わればきっとご両親も安心してくださるんじゃないかなと思います。あとはまあ経済的な面でのね不安もきっとお持ちでしょうから、僕はこのぐらい今貯金しています、私はこうやって投資していますっていうような具体的なところもお伝えしても全然いいと思うんですよね。私の両親はね、たまたままあ理解があってというか、何なんでしょうか、信頼関係があるのかわからないですけれども、もうふーちゃんは一人で十分楽しそうだからもうそのままでいいんじゃないって言ってくれているありがたい存在なんですけれども、なかなかねそうじゃない方もいらっしゃると思いますので、ぜひ積極的に連絡をたくさん取ってあげてください。もちろんね、一生結婚しないぜってなんかこう自分に蓋をしてしまう必要ももちろんないですし、60代とか70代になってからめっちゃ素敵な人に出会って電撃結婚なんていうこともありえるかもしれないですからね、今の自分は今のこの生活をこうやって楽しんでいるっていう軸があればきっと安心できるんじゃないかなと思います。はい、それではなんか偉そうに自分の意見を申し上げましたけれども、私カウンセリングの資格を持っているわけでも何でもありませんので、ただの一人の、考え方としてふーんって思っていただければ嬉しいです。皆さんの結婚についてのお悩みとか、あとはまあ
親世代の方、60代70代の方でもしご覧になっている方なんかがいたら、子供が結婚しないけどどうしましょうかみたいなお悩み相談がありましたら、ぜひ書いていただけたら嬉しいです。なんか相談コーナーとかやったら今後面白いですかね、どうでしょう、ご意見いただけたら嬉しいです。それでは今日はお話動画でございました。最後までご覧いただいてありがとうございました。また遊びに来てください。バイバーイ。